先生、今日もおすすめの本を教えてよ。ふむ、そしたら今回は太宰治が書いた応答を紹介しよう。早速あらすじを話していくぞ。子供より親が大事と思いたい。この太宰の私小説はこんなフレーズで幕を開ける。当時彼の家には7歳の長女、4歳の長男、1歳の次女がいた。太宰曰く、自分と妻はまるで子供たちの下男下女のようだという。実際彼の妻は家事と子育てに追われ、毎日八面六臂の働きだった。一方で太宰は家庭にあっては冗談ばかり言っている。いや、それは家にいる時だけではない。彼は人と接する時はいつでも、たとえ心や体が苦しかったとしても必死に楽しい雰囲気を作ろうと努力する。そして人と別れた後で疲れ果てるのだった。小説を書く時も一緒で、太宰は悲しい時にかえって軽くて楽しい物語を書く。しかし世間には理解してもらえず、太宰は近頃軽薄な作品ばかり出しているなどと蔑まれていた。なぜ太宰はこのように本心を隠して道化を演じるのか。それは気まずいことに耐えられないからだという。子供が3人もいるというのに、太宰は家事の面では全くの無能だった。寝ていた布団さえ自分ではあげず、馬鹿げた冗談ばかり言っている。しかも彼は仕事部屋へ出かけたなり、1週間も帰ってこないことさえあった。ただ仕事仕事と騒いではいるが、1日にかける原稿はせいぜい 2,3 枚で、あとは酒を飲むばかり。そしてしこたま酒を飲んではげっそり痩せて寝込んでいた。太宰はあまりたくさん書ける小説家ではなかった。彼曰く、極端な小心者が公衆の面前に引き出されヘドモドしながら書いているとのこと。そうして書くのが辛くなって、やけ酒に救いを求めている。太宰によると、やけ酒は自分の思っていることを主張できないもどかしさから飲む酒らしい。だから思っていることをはっきり主張できる人はやけ酒なんか飲まないのだそうだ。太宰は人と議論して勝ったことがなかった。それは相手の確信の強さと自己肯定の凄まじさに圧倒されて沈黙してしまうから。しかし彼はいつも後になってから相手の主張の身勝手さに気づいて腹を立てる。それでまたやけ酒が進むのだった。ある夏のこと、太宰一家はみんな揃ってガヤガヤと夕食をとっていた。家の中の暑さから太宰はしきりにタオルで自分の顔を拭いている。それを見た妻が、お父さんはお鼻に一番汗をおかきになるようね、いつもせわしくお鼻を拭いていらっしゃると言った。これに対して太宰が、それじゃあお前はどこに汗をかくんだと聞いたところ、彼女はこう答える。私はね、このお乳とお乳の間に涙の谷。この言葉を自分への当てつけだと捉えた太宰は黙り込む。そして仕事部屋へ出かけると言って逃げるように外へ出て行ってしまった。しかしもうこの日は仕事どころではない。太宰はその足で酒を飲むために馴染みの店へ向かう。その店では当てとしてさくらんぼが出された。太宰の家では子供に贅沢なものは食べさせない。だから子供たちはさくらんぼなんて見たことないだろうし、食べさせたら喜ぶだろうと彼は思った。しかし太宰は大皿に盛られたさくらんぼをまずそうに食べては種を吐き、食べては種を吐きしている。そして心の中でこうつぶやくのだった。子供よりも親が大事。というわけで今回は応答のあらすじを紹介した。ただここで話したのはあくまでも本の内容の一部に過ぎない。少しでも気になる部分があったのならぜひ実際に本書を読んでみてくれ。うん、僕も早速読んでみるね。ああ先生、今日はどうもありがとう。